年4月末から7月初めまで台湾宜蘭県の南方漁港では朝早くから多くの仲買人が魚市場の競りに集まり取れたての魚を仕入れようとしています。この生きのいい魚は多くが長魚台列島の周辺海域で獲れたものです。这次就是鬼头刀李安导演在少年拍的电影里所出现的飞舞。今嘛有协定海域呢，这偷海给盖安心嘛呢？漁民が口にする協定水域とは、2013年4月10日に中華民国と日本が調印した対日民間漁業取り決めが適用される水域のことであり、この取り決めは経度緯度などで相手側の法令を適用しない水域と特別協力水域を確定し、北緯27度より南、日本の八重山諸島及び宮古諸島より北を取り決め適用水域と定め、台湾の漁民がこの水域で日本の巡視船に干渉されず自由に操業できるようになりました。これは対日間の漁業交渉の重大な進展であるとともに、双方の40年余りに及ぶ漁業問題の解決の一歩となりました。また同取り決めは双方の長魚台列島の領有権主張には影響しません。所以在这里感谢我们政府这次大力来促成这个台日渔业协定的这个协议。対日漁業取り決め締結のプロセスの中で、中華民国政府は常に領有権を守り漁業権を保護するとの立場を堅持し、決して領有権を漁業権に変えたものではありません。このため取り決めの中に面積条項を書き加え、台湾の長魚台列島の領有権と海域の主張を確保しています。対日漁業取り決めの調印後、台湾の漁民が干渉を受けずに操業できる水域は台湾本島の2倍以上、7万4千平方キロメートルに達しました。そのうち暫定七宝線を超える紫色の3つの新たに増加した水域は4530平方キロメートルで、台湾漁民にとって年間漁獲量の増加が見込まれます。長魚台列島は台湾の北東の東シナ海にあり、5つの無人島と3つの岩礁からなり、総面積は約 6.16 平方キロメートルで、行政区は台湾の宜蘭県に属しています。長魚台列島は火山島で、台湾北部の大東山山脈の海中に伸びているものが突き出た部分で、台湾の北東にある貨幣所、綿花所、高架所と地質的につながっています。